こんにちは、ヤドです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。さあ、お相手どんな方でしょうか。初段の方ですね、嬉しいの竜がお得意の方ということでよろしくお願いします。さあ、先手番ということでやっていきたいと思います。さあさあ、まあ、初段に上がってね、しばらく時間が、経ちましたけれども、まあ、初段上がってからでもですね、結構、調子的には、好調をキープしているので、まあ、この感じで、ね、徐々にちょっと2段に迫っていきたいなというふうに、思っておりやす。さあ相手、そうですね、やっぱり嬉野流風味っていうことですね。いや今日なんかちょっと頭回ってない感じがするな。さあ銀交換しまして、角引いておきまして、右四間飛車に組み替えてくるパターンですかね。組み替えてきますね。これここからいったらどうなるんでしょう。2分30秒。これ潰れてるのか、こう見ると。まずいな。これ激ヤバですね。まずいっすね。銀ぶち込まれてやばいのか。歩か。歩ね。2分。いやー厳しい。これ終わってんのか。終わってる臭いな。この銀がもう完全に悪手でしたね。まずい。しかも歩切れ。はい、厳しいっすね。厳しいとしか言えないですね。1分30秒。いやーこれはちょっと潰れてますね。完全に潰れました。いやー大駒がな一つでもあればいいんですけどね。角持ち駒に大駒が一つでもあれば何か逆転を狙えたりとかしないこともなさそうなんですけど、結構空中戦になってるんでね。まあでもこの辺に銀打ち込まれて、まあ、逃げて飛車入られて、まあでもまだギリギリ生きてるのか。生きてはいますか。いや難しいな。引いてほしいですね早く。そういうことか。これまだ詰んではない。銀から、ああそっちなんだ。行って余裕をもらえるんだったらまだなんかやりようがありそうだけど。いや詰んでるか。これどっちにしても銀で受かってないもんな。飛車1分。いや受かってないな。はい、ありがとうございました。
いやーちょっといいとこなしで負けちゃいましたね。ここで右試験に来られた時にここに銀打っちゃったんですけど、これが完全に悪手で、ここもやっぱりね、歩取り返しちゃいけなかったんですね、ここね。でも取り返さなかったら、取り込まれて銀で取り返した時にやっぱり棒銀が右四間飛車が刺さっちゃうんで、あ、でもこれ一応銀がここに効いてるから、あの、簡単ではないのか。まだ一回引いてもらわないといけないんで、そうか、まあまだね、あの、ここの歩を取ってもらった方が良かったですね。取ってもらった方が良かった。こうやってこっちの方が良かったですね。でもこの時また歩打たれて銀が死んでますみたいなことになっているんで、その時にこっちから行って取り込まれて、この攻めがどれぐらい間に合ってるかっていう感じですかね。でもこれも歩打たれてやっぱりわからないですし、結構厳しかったかなというふうには思います。はい、ちょっと今日あと2試合できるんでやっていきましょう。ちなみに達成率が今、25.6% なんで、今日のうちに 30% に乗せたいですね。 30% に乗せるってのをちょっと目標にやっていきたいと思います。つまり2連勝ですね、求められるのは。お前が先手だ。さあ、お相手1級の方ですね、飯島流比較戦法。さあ、香川真奈緒女流四段の、アバターですね。香川先生の、YouTube とかもたまに見たりしますけど、楽しいですよね、やっぱりね、棋士の方々ボキャブラリーがあるからね、お話聞いてて面白いですよね。さあ、これまっすぐ、7棒銀決めていってみたいと思ったんですけど、そういうわけにはちょっといかなそうですね。さあ、角こち出てきたら小筋の歩ついてと思っています。さあ、棒銀用の受けもしっかりこなしておきましてと思ったんですけど、では一回、まあ打つのかな、ここに銀。ちょっともったいない気もしますけど、これは引いておきます。さあ、もう一回ここに、そう、角で出てこようっていう魂胆ですね。2分30秒。まあでもこれ一回棒銀決まったりしないですかね。出てこられてもう全部無視で2筋の突破に、歩ついてきても無視でこっち成り込みを目指していきます。これなっときますか。もうもはや、でこっちのね、もうこの筋の突破はもうお任せしておきます。もうどうぞ好きなようにやってくださいと。間に合わないでしょうというのが、ただちょっと王様の逃げ道広いんで、そこがちょっとねっていう感じですよね。全部虫で今突っ込んでいってます。はい、そろそろここでふんどしの計、もう少しだけ余裕があるはずなんで、2分。さあ、こっからどうなるかですね。詰んでると思うんだけどな。強者でいいかな。飛車打ってこっち逃げたら、頭金まで、あ、下逃げても頭金までなんで、これは勝ってますね。はい、ありがとうございました。いや、一応危なげなく、あの、こちらのね、あの、積み筋っていうのもある程度、読み切りながら、勝ったんじゃないかなと思います。いい将棋でした。さあ、やっていきましょう。お前が先手だ。
ノルマあと1、あと1勝ですね。初段の方にやっぱりね、勝っていかないとね、あの段級位上がっていかないんで、段位が上がっていかないんで、ちょっとしっかりボンミスをなくしてやっていきたいですね。基本に忠実にね、ちゃんと将棋させていきたい。で、相手の戦型がいまいちよくわかんないんですけど、これ何でしたっけ、矢倉ですか。つまり矢倉っていうことでいいんですか、これ。あーしまった、これ銀上がるのちょっと早かったかもしれない。袖飛車か。飛車上がっておくか、浮いておきますか、飛車。いや、袖飛車って分かんないですよね。あ、これ銀死んでるじゃん。これちょっとびっくりしたんですけど、今銀死んでますね。これどうなっちゃうの。叩きの歩、これ全部バラせるんだっけな、これ。この手順って取って取って取られて角で王様あたり玉あたり、さあどうでしょう、どうなってるでしょうか。これは行くしかないですね。そうか、裏切ってくるのか。これで手がないですよっていうことか。2分。確かにな、何もできないな。交換しましょう。桂馬、桂馬ぶった切って、これは桂取っといて、桂で取っといて、30秒。これは歩打ってもどうにもなってない、どうにもなってないか。いやー難しいな。こういうことか。で桂で取られて、あ、桂取ってこないんだったら銀ぶち込んで逃げられるのかな。まあさすがにちょっとね、駒足りてなくて無理攻め感ありますね。で時間がやばいぐらい負けてるっていう。ほう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 、これは打たせてもらって、ただこの金取られるんでちょっと厳しいですよっていう案件ですか。一応詰めろ。1分。これが詰めろか。いやー、これはちょっと負けですね。取られて30秒。厳しい。というかこれ竜入られた負けか。受け駒ないじゃん。いや、これは
ありがとうございました。いやー難しかったですね。ちょっと序盤戦で、がっつり敗戦になってしまったかなという感じだと思います。願いを叶えてあげよう。困ったらまた助けに来るぞ。ん？いやもう大この時点でこの時点でもう劣勢なんだ。そっか、やっぱりここにね、あの角を、そっか、もうこの辺の攻防でね、やっぱりここの角筋で飛車を睨まれた時点で結構きつかったっていうことですね。でこれで桂馬跳ねるとかじゃなくて、で多分普通に銀とか引いておけばよかったんだと思うんですけど、まあ、その先の攻め筋がなかなかないなと思ったんで、まあ、でも王様寄っていってとかで王様順調に囲っていってとかしておけば、まだね、あの様子見の中で突破口が開けたかもしれないですねっていう感じだったかと、思います。なるほど、失敗したな。この辺とかはね、もう完全に駒損しながらの攻めだったんで、どっちにしても厳しかったですよね。でこれもあのここで銀取ったんですけど、多分ここから竜入られて、銀で受けて、まあ、金とかで逃げて取って入ってみたいな中だと、もうほぼ厳しかったんじゃないかなと思います。持ち駒がもうないですからね。こんな感じで行っててももうこれ詰んでますよね、もはやね、シリキンから。はい、というわけでちょっとまだまだだなというふうに実感した一戦でございました。というわけでですね、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。